ちょっとちょっと、何普通にくつろいでるんですか。夫とソファーに座りテレビを見ていると、長男嫁がそんな言葉をぶつけてきた。ようやく二世帯住宅が完成し、長男夫婦との半同居が始まったばかり。これから一緒に暮らしていくというのに、長男嫁はそんな空気をぶち壊した。彼女の言い方に腹が立ち、私はつい言い返してしまった。何を言ってるの？自分の家でくつろいだって何も悪いことはないでしょう。はあ？自分の家？ウケる。本気でそんなことを思ってるんですか？どういう意味？ここは私たち夫婦とあなたたち夫婦の二世帯住宅でしょう。勘違いしないでください。この家は私の夫が買った家ですけど、寄生虫が夫の金で贅沢するな。寄生虫。その言葉が私の怒りを爆発させた。何も知らないのは彼女の方だというのに。その時だった。いや、面白いことを言うね。ソファーに座る夫が笑い出し、とある事実を口にした。その直後、長男嫁は自分の言動を後悔することに。私の名前は荒木梢、58歳。結婚と妊娠を機に会社を退職し、子育てが一段落してからはパン屋のパートをして夫を支えてきた。そんな夫とは同い年で、一緒になってもうすぐ40年。私たちには2人の息子がおり、それぞれ結婚し幸せに暮らしている。夫は勤めていた会社を10年前に辞め、株の投資を始めた。もともと無駄遣いをしない人で貯金は多く、株の素質もあったのか、この10年ほどで貯金はどんどん増えている。おかげで私はパートとして緩く働きながら平凡な生活を送ることができている。これまで生活に困ったこともなく、2人の息子を大学まできちんと卒業させてあげられたのも他でもない夫のおかげだ。夫は基本家にいるので、夫婦の時間もしっかり取ることができる。この日も私がパートから帰宅すると、すでに夫が夕飯の準備を済ませてくれていた。おかえり梢、今日もお疲れ様。できたばかりのおかずを並べ、優しく微笑む夫。この瞬間が私にとって最高の幸せだ。ありがとう、あなた。せっかくだし温かいうちに食べたいわ。そうしよう。ああ、そういえば勇気のところもうすぐだよな。ああ、そうね。そろそろ出産祝いを考えておかなくちゃ。勇気というのは私たち夫婦の次男だ。彼の妻が妊娠しており、もうすぐ出産予定日を迎えるのだ。私たちにとっては初孫になるので、嬉しい反面そわそわしながら毎日を過ごしている。夫はよほど孫の誕生が嬉しいのか、毎日パソコンでベビー服やおもちゃなどを見て回っている。大好きなビールを飲みながら、夫が嬉しそうに口を開いた。今日も調べてたんだが、最近ではじいじ大好きとか書いてある前掛けが売ってるらしいぞ。前掛けって、最近の若い人はスタイって言うみたいよ。それにじいじ大好きって。いいじゃないか。とびっきり甘やかして懐いてもらわないと。あなたって人は、本当に毎日話してても飽きないわ。そりゃあどうも。愛する妻にそんなことを言ってもらえて、俺は幸せ者だな。こんな調子で、私たちは何十年経っても笑いの絶えない日々を送っている。夫は何に関しても寛容で、本気で怒ったところをめったに見たことはない。息子たちに怒ることはあっても、私にはいつも優しい。何十年経っても私を大事にしてくれる。そんな彼のことが私は好きだった。そんなある日のこと、突然長男のたつきが我が家へやってきた。浮かない表情の彼に、どうしたのと尋ねると、たつきは重たい口を開いた。実は、お願いがあってきたんだ。お願い？何かあったの？あ、父さんになんだけど。息子の言葉に、夫は、俺かと不思議そうな表情で正面に座る。するとたつきは夫に対し、パッと頭を下げた。頼む父さん、俺にお金を貸してほしいんだ。お金？なんでまた急に。香りが最近、いつになったら一軒家に住めるのって怒ってて。香りというのは、たつきの嫁だ。性格はとても勝ち気で、良くも悪くもはっきりしている。たつきは医大を卒業し、医者としての収入があるはず。香りは専業主婦だが、
たつきの収入があれば一軒家などいくらでも建てられるだろうに。夫も同じことを思っていたのか、呆れたように息子に尋ねた。何言ってるんだたつき、お前は医者だろ。お前ももう30半ばなんだし、家を建てられるくらいの貯金はあるはずじゃ。それが俺キャバクラにハマっててさ。と、まさかお前そのせいで貯金がないなんて言わないよな。そうなんだよ。それに医者といったってどこも就職先がなくて、結局個人員で雇ってもらってるだけ。給料だってはっきり言ってその辺のサラリーマンと大して変わらないんだよ。目に涙を浮かべて必死に懇願するその姿に、情けないという感情しか湧いてこない。呆れてため息をつくと、たつきは再度額を床にこすりつけた。お願いします父さん、俺このままじゃ香織になんて言われるか。そんなことを言ったってな。頼むよ。それに父さん前に言ってただろ、二世帯住宅を建てて息子や孫と住めたらなって。確かに言ったが、お前まさか二世帯を建てろというのか。父さんや母さんが望むなら俺は二世帯でも構わない。ただこれ以上香織を待たせて愛想を尽かされたくないんだ。頼むよ父さん。どうやらたつきは尻に敷かれるタイプらしい。彼の話を聞いた夫は少し考え込んだ後、困ったように笑った。わかった、少し考えさせてくれ。父さんありがとう。ひとまず考えるだけだぞ。俺たちも新居を建てようとしていたのは事実だしな。わかってるよ、ただ考えてくれるだけでも嬉しいんだ。ひとまずお前は今月からきちんと貯金しておけ。子供ができたら金がなくちゃ育てられないぞ。あ、わかった父さん、本当にありがとう。たつきは来た時とは別人のように清々しい顔で帰っていった。彼が帰るや否や、夫は以前もらってきた二世帯住宅のパンフレットを開き、早速間取りを考え始めた。ちょっとあなた本気なの？尋ねる私に、夫はまたもや困ったように笑った。俺もわかってるさ、自分が甘すぎるってことくらいな。そうよ、キャバクラに通ってたなんて、たつきが悪いに決まってるじゃない。それはそうなんだけどさ、結婚したら嫁に恥ずかしい姿なんて見せたくないだろ。それにあいつは一応医者なんだから、嫁の前でくらいあいつの顔を立ててやらないと。あなたは優しすぎるわ。そんなことしたっていつかたつきの本性がバレたら意味ないでしょ。まあそれはそうかもしれないけど、俺たちだって家を建てようって話はしてただろう。夫の言う通り、私たち夫婦は新居を建てる計画を練っていた。今住んでいる夫の実家が老朽化し、何度は雨漏りしている箇所もある。この先この家に住み続けるのは難しいだろう。マンションを借りる案も出たのだが、最終的には夫が拒んだ。彼はきちんと一軒家を建て、いつか息子たちに相続してやりたいとよく話していた。そんな優しい夫にとって、二世帯住宅を建てるという長男の案は賛同できるものだったに違いない。結局夫は私たち夫婦と長男夫婦が住むための二世帯住宅を建てることを決意した。念のため次男夫婦にも事情を説明したが、特に揉めることはなかった。ずるい俺たちは、そんな言葉を覚悟していたが、次男の勇気は昔から貯金をきっちり貯めるタイプで、嫁も大企業で働いている。出産後も職場復帰することがすでに決まっているという。次男夫婦は綺麗なマンションに住み、私生活も安定している。次男はここまでしっかりしているのに、どうして長男だけがあんなにも情けないのだろうか。そうは思ったが、家の費用を出すのは私ではなく夫だ。彼がいいと決めたのなら、私は妻としてそれに従うだけ。だが問題はそこからだった。二世帯住宅を建てると決まった途端、たつきが毎週のように嫁の香織を告げて我が家へやってきたのだ。夫の考えた間取りに対し、香織はブツブツと文句を言い始めた。ちょっとお父さん、私たちの部屋なんか狭くないですか？そんなことはないよ、どちらも広さは一緒にしてあるんだ。でもこっちはそのうち子供ができるかもしれないんですよ。子供部屋のことも考えてくださいよ。わかったわかった、じゃあ香織さんが好きなように決めなさい。最初からそれでいいんですよ。間取りは私とたつきで決めるんで。どうやら息子はこの二世帯住宅を建てるのが私の夫ということを嫁に話してないらしい。夫自身
息子の顔を立てるために黙っていることに同意している。だが私はどうも納得いかなかった。あまりの身勝手さに腹が立った私は、ある日香織にこう言い返してしまった。香織さん、この二世帯住宅はあなただけの家じゃないのよ。私たちも住むの。それをわかってる？急に何ですか？というか、息子夫婦が一緒に住んであげると言ってるのに、そんな言い方ってあります？住んであげるって、それはこっちのセリフで。どう考えたって、私たちの方が長く新居に住むんですよ。私たち夫婦の好みにするのは当然のことじゃないですか。の、とにかく、センスのいい私に任せるべきですよ。悪いようにはしないんで、お母さんとお父さんは黙っててください。怒りに震える私の背中を、夫が優しくさすった。大丈夫だよ。夫の優しい笑顔を見た途端、怒りと悔しさが相まって、なんだか泣きそうになってしまった。私が口出ししなきゃいいのはわかってる。でも、どうしてお金を出すのは夫なのに、長男嫁にここまで言われなきゃならないの？事情を知らないからってあまりにも非常識すぎる。とはいえ、夫が何も言わない以上、私が口出しする筋合いはない。夫もまた、好きにさせてあげようというので、それ以上は何も言わないことにした。それからというもの、二世帯住宅計画は私と夫抜きで進んでいった。最終的に私たちの部屋の広さは当初の半分ほどになっていた。ちょっと、これはさすがにひどいんじゃない？たつきが見せた間取り図に文句を言うと、彼は気まずそうに答えた。ごめん、でも香織がこれでいいって言い張ってて。それをどうにかするのが夫であるあなたの役目でしょ。お金を出してくれるのはあなたじゃなくてお父さんなのよ。わかってるよ。でも香織にはこれまで何年もマイホームを待たせてきたんだ。二世帯だって本当は嫌がってたし、だから間取りくらい好きにさせてあげたいんだよ。だからって。ちらっと夫の方を向くと、彼は相変わらずニコニコしている。私を見てうなずいた後、夫は息子の肩をポンポンと叩いた。タツキ気にするな。父さんは母さんと綺麗な家に住めたらそれでいいから。父さん、ごめん。ローンの返済は俺も手伝うからさ。いや、一括で払うから気にするな。言っただろ。お前は将来のために貯金しておけって。でも、香織がいろいろカスタムしたから費用もだいぶかかって。なーに気にするな。みんなが住みやすければそれでいいんだから。ありがとう、父さん。こうして、香織の提案通りの間取りで着工が始まった。キッチンは知らぬ間にオーダーメイドになっており、内装もすべて高額なオプションのもの。わざとなのではないかと思うほど、プラス料金が課せられていた。香織はまだ、夫が費用を出している事実を知らない。医者であるタツキが、すべての費用を出していると思っているのだ。ここまで自分勝手な香織にも、それに対して何も言わないタツキにも、私は腹が立っていた。半年後にようやく家が完成し、引っ越しも無事に済んだ。香織には話していないが、この二世帯住宅の総工費は約3億だ。3階建てで広い庭付き、様々なカスタムを施した結果、ここまで莫大な費用になってしまった。しかし夫は、息子夫婦や私が住みやすければそれでいいらしい。総工費の件は、夫に免じて仕方なく黙っていることにしよう。そう思いつつ、新居での生活を楽しむことにした。引っ越しから2日目。私たちの家と長男夫婦の家をつなぐドアが開き、嫁の香織がずかずかと入ってきた。テレビを見ていた私と夫の前に立ち、堂々と言い放つ。ちょっと、何普通にくつろいでるんですか？香織さん、急にどうしたの？いやいや、あまりにだらけてるから、つい注意しちゃいましたよ。お母さん、パートに出なくていいんですか？実家から距離がかかるから。パン屋のパートはやめたのよ。はあ？じゃあ、ガチのニートじゃないですか。ようやく二世帯住宅が完成し、半同居が始まったばかり。これから一緒に暮らしていくというのに、香織はそんな空気をぶち壊した。彼女の言い方に腹が立ち、私はつい言い返してしまった。何を言ってるの？この年まで働いて貯金もしてきたのよ。それに自分の家でくつろいだって何も悪いことはないでしょう。はあ？自分の家？
ウケる。本気でそんなことを思ってるんですか？どういう意味？ここは私たち夫婦とあなたたち夫婦の二世帯住宅でしょ？私の家なのは事実で。勘違いしないでください。この家は私の夫が買った家ですけど。寄生虫が夫の金で贅沢するな。寄生虫。その言葉が私の怒りを爆発させた。何も知らないのは彼女の方だというのに。ふざけんじゃないわよ。あんたのわがままに付き合ってあげたのに、その言い方は何？ここは私の夫が建てた家よ。思わず怒鳴り散らしそうになったその時、ソファーに座る夫が笑い出し、香織に目を向けた。いやー、面白いことを言うね。はぁ？シワを寄せる彼女に、夫は容赦なく続けた。何を勘違いしてるか知らないけど、あまり失礼な口を叩くもんじゃないよ。何言ってるんですか？あなたたちが息子のお金に寄生してるのは事実ですよね。君こそ何を言ってるんだ。この家を建てたのは俺だぞ。え？その瞬間、余裕しゃくしゃくだった香織の顔から笑みが消えた。不安げな様子で夫に尋ねてくる。嘘ですよね。だってこの家はタツキが。悪いが、タツキは1円も出していない。この家の総工費3億円は全部俺の金から出したものだ。そんなことあるわけ。そこへ息子が、何かあったのと顔を出した。香織は鬼の形相でタツキに詰め寄り、怒鳴り声を上げる。どういうことよ。この家タツキが建てたんじゃなかったの？もしかして父さんに聞いた？嘘ついてたのね。信じらんない。医者のくせになんでマイホームすら建てられないのよ。それはそのジジババと一緒に暮らすのなんて嫌だったのに我慢してあげたのよ。それなのに建てたのがあんたじゃないなんて。ふざけんじゃないわよ。話が違うじゃない。私たち夫婦の存在などを忘れ、目の前で醜い争いが繰り広げられる。長男夫婦が怒鳴り合う中、夫は深くため息をつくと、バンと思い切り机に拳をぶつけた。その音に反応した長男夫婦に、夫は冷酷な表情で言い放つ。いい加減にしろよ。せっかく立ててやったのに、ごちゃごちゃくだらないこと言ってんじゃねえ。お前らみたいなバカのために家を建てた俺が間違いだった。お前ら二人、今すぐまとめて出て行け。そんな、待ってくれよ父さん。そうですよお父さん。そもそも悪いのはタツキで。お前ら二人とも悪いんだよ。給料を全額くだらないことに使ったバカ息子も、義理の両親を見下す最低な嫁も、お前らみたいなクズどものためにこれ以上支援などしない。すぐに荷物をまとめて出て行け。初めて見る夫の激高に、私は言葉が出てこなかった。優しい人ほど怒ると怖いというのを今になって実感した。その後、長男夫婦は強制的に追い出された。家の名義はあくまで夫なので、誰が住むのかを決める権利は夫にある。家を追い出された長男夫婦は、以前暮らしていたマンションよりも格下のアパートへ逆戻りした。どうやら息子は見栄を張って借金で家賃を払っていたようで、借金の額はだいぶ膨らんでいるらしい。医師としての収入だけでは足りず、香織もついに働きに出たと聞いた。離婚するしないで揉めているようだが、香織の方は二世帯住宅に戻るべく頑なに離婚を渋っているのだとか。間取りは全て自分で決めた家だ。かなりの思い入れがあるのだろう。一方の私たち夫婦だが、次男夫婦に一緒に住まないかと声をかけた。すると次男の勇気は快諾。子供も生まれたばかりなので、新しく広い家はありがたいと言ってくれた。勇気の嫁は香織と違い穏やかな性格をしている。私と夫も子育てに参加させてもらえるので、毎日が本当に充実している。そもそも長男の言う通りに二世帯住宅を建ててしまったことが間違いだったのかもしれない。ある日ボソッとそう口にした私に、夫は言った。何言ってるんだ。今幸せなんだろう。それはそうだけど。ならそれでいいじゃないか。俺は梢が幸せでいてくれればそれでいい。あなた。夫の優しさに思わず笑みがこぼれる。彼の言う通り、今が幸せならそれでいいのかもしれない。これからも夫と次男家族と共に楽しい日々を過ごしていこうと思っている。